どうも、タクノミバータケオです。今日もよろしくお願いします。今日はスコッチですよ。クライヌイッシュ14年を飲みます。クライヌイッシュ、まあ、花と動物が有名ですよね。まあ、ちらも14年。で、こちらは、クライヌイッシュのオフィシャルのシングルモルト。フラッグシップですね。まあ、ほぼこれしかレギュラーでは売ってないと思います。14年です。で、作る原酒の 95% がもうほとんどブレンディット用で、ジョニー・ウォーカーのゴールドラベルとかにも使われてますね。そして、クライヌイッシュ蒸留所自体は1819年創業。すごい古いです。で、ブローラーって町にあって、ブローラーといえばブローラ蒸留所。1967年クライヌイッシュとクライヌイッシュの、まあ、2号蒸留所としてできて、名前をね、別にしないといけないということで、クライヌイッシュとブローラという蒸留所が2つできたんですけど、ブローラの方は17年ぐらいですかね。で、閉鎖になって、閉鎖蒸留所っていうことで、すごくブローラの原酒は高値で取引されましたよね。で、2021年に、今所有しているディアジオ社が、ブローラ蒸留所の復活を、しました。なので、ブローラも、21年からなんで、まあ、まだまだ、来年、再来年とかに3年ものが出るかもしれないですね。はい。で、こちらは、伝統的な北ハイランドのクライヌイッシュ蒸留所のクライヌイッシュ14年。700ミリの46度。ネットで今一番安いところは7200円。はい。送料無料ってのがあります。送料別だと6000円台もあるんですけど、結局送料足すとそのぐらいになるんですよ。なのでまあ、この送料無料7280円かな。っていうのが一番買いやすいんじゃないかなとは思います。まあ、なかなかね、意外と花と動物は高いので、こちらで十分じゃないかと。お値段も十分高いんですけど、美味しいクライヌイッシュを今日は味わいたいと思います。では、開けましょう。はい。クライヌイッシュ。北ハイランド久しぶりなので味わいは忘れました忘れましたってことはないけど、はい、ということでまずはストレート入りました。色合いは結構濃いめの琥珀色、濃いめでもないか。ミディアムなゴールドですね。はい。お、香りが、華やかな香りですね。フルーティーというよりもフローラル。花畑、お花畑の香り。な感じですね。いい香りですよ、これは。46度ですけど、やっぱ14年熟成なんで、アルコール感は感じないですね、香りはもちろん。すごく華やか。いただきます。味わいはですね、フレッシュなリンゴが、まず、すっきりした感じで入ってきました。リンゴからだんだんこうみずみずしい感じが、なんか梨とかそっち系統のフレッシュなみずみずしいフルーツの感じですね。ハニーに蜂蜜ような甘さも感じます。ヘザーハニーと、なんかね、普通のハニーとヘザーハニーの違いがなんか分かんなくなってきちゃって、また勉強し直さないといけないですね。
うん、これはまあいずれにしてもハニーの、蜂蜜の甘みっていうのも感じられて美味しいですね。お、後から追いかけるようにスパイシー感も上がってくるんで、これは美味しい一本だと思いますよ。はい、ちょっと加水してみます。ちょい加水しました。うん、加水すると香りがフローラルなところは変わらないんですけど、甘い香りもなんかちょっと加水すると強くなりましたね。ね、美味しそうですよ。いただきます。ちょっぴりピーティーかな。あ、スパイス感が後から上がってきて、まあまあ、まあまあじゃない、割とこの、フルーツ感っていうのが最初感じたのはリンゴを感じたんですけど、フレッシュフルーツに変わってきて、その辺がだんだんね、こうフルーツ感よりも甘みが味わいでは表立って出てくる感じがしますね。はい、で後味というか隠し味的な、なんかこのスパイス感もいいですね。なかなか美味しいです。はい、ではハイボールし、ハイボールじゃない、ロックをします。はい、ではクライヌリッシュの14年、オンザロックでいただきます。すごいフローラルです。お花畑的な花の蜜、の香りとなんか甘みもね、なんかそっちを感じますね。だからそっからね、多分蜂蜜的な甘みを感じるんだと思うんですけど、美味しい。すごくフローラルな感じっていうのは、ややもすると一歩間違うと化粧品、になりそうな、でそういう風にならないこの自然なフローラルさ、その辺を持っているこのクライヌリッシュですね。美味しいですよこれは。オンザロック最高です。はい、じっくり飲んでいたくなるオンザロックになりました。ではハイボールをしてみたいと思います。はい、ということでクライヌリッシュのオートレギュラーの14年ですね、オフィシャルのシングルマットハイボールにしてみました。いただきます。すんごいフローラルなハイボールです。いやー、スピーサイドフルーティー&フローラルって言いますけど、いや、やっぱね、このクライヌリッシュは本当にフローラルですね。お花畑の蜜の味、蜜蜂、はい、ハニー、で、やっぱ香りと味わいがもう本当にね、花です、花。ちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃っていうか子供の頃、道端のなんかちっちゃい花の蜜とかチューチュー吸ってた。思い出があるんですけど、なんかそこに通ずるものがあるような、めちゃめちゃフローラルですね。もうね、フルーティーだなんだいうよりも、でね、後から追いかけてくるのは確かにね、スパイシーとかあるんですよ。ほんのりピート感も感じるような、もうそんなのもとりあえず置いといてフローラルです。やっぱりクライヌリッシュといえばフローラルと
というのを改めて今感じております。うん、うまい。はい、ということで今日はクライングリッシュの、レギュラーですね。まあ、シングルモルトとしてはオフィシャルではまあこれのぐらいしかなかなか手に入らないと思います。14年、こちらを飲んでみました。とにかくストレートから一貫してフローラル、いろいろね細かいそのリンゴだとかなんだって僕も言いますけど、やっぱりねこうやってハイボールまで飲み進めていくと一貫して言えるのはやっぱりどんなものよりもフローラルさがやっぱ強調されるなというのが僕の印象ですね。美味しい、あの華やかな感じ、なんかだからね、あの花畑にいるような、一種のフルーティーさじゃなくてフローラルさを感じるんですね。そしてねハイボールになって炭酸と水氷で座っても全然その辺がブレない。うん、ボディもしっかりしてます。あ、大変美味しいクライングリッシュ。まあ、7000円、7200円、80円だったかな、7200円台ですよ。で送料無料で届くんで、これはね正直買いですね。お好きな飲み方で試されてみるのもいいと思います。僕はね個人的には6個美味しかったですね。はい、ストレートももちろん美味しいです。ハイボールもいけます。水割りもいいと思いますよ。はい、といったような感じでした。ということで宅飲み畑を毎日こんな感じでいろんなウイスキーやお酒で遊んでおります。まあこうやってウイスキー飲みながら、ウイスキーじゃなくてもね他のお酒でも飲みながらそのお酒の感想とか、レビューをしたりもしますし、いろんな企画をやったりいろんな遊びをやったり情報発信もしますんで、ウイスキー好きお酒好きの方ぜひチャンネル登録していただいて一緒にねウイスキーライフお酒ライフ楽しみましょう。僕も酔っ払いながらやってますんで皆さんも飲みながら見てください。はい、ということで、今日の宅飲み場はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。